ちゃん。あ、あ、なんだ、リオちゃんか。なんだ、はひどくねえか。そうよ、リオネラが自分から人に話しかけるなんてめったにないのに。ごめんなさい。話しかけたらダメだった。あ、違うの、ちょっと考え事してたから。考え事だ。柄にもねえことしてんな。失礼なこと言わないの。それで難しい顔して何を考えてたの。お仕事のことでちょっと。最近本を見てると知らない材料ばっかり載ってて、私がいつも行ってるところじゃ見たことないし、どこで取れるのかなって。それって考えて解決する問題じゃねえだろ。だけど、錬金術の材料が取れそうな場所、私心当たりあるかも。本当？どこどこ？この国に来る時に通ってきた街道なんだけど、珍しい植物がたくさん生えてたし、もしかしたら。街道って旅人の街道のこと？ええ、表向きは普通の街道だったけど、ちょっと裏道に入ったら結構入り組んでて、なかなか面白い場所だったわよ。今となっちゃ笑えるけど、あん時は大変だったな。頼む、それは言わないで。それなら今度行ってみようかな。本当？それでもしよかったらなんだけど、私も一緒に行きたいんだけど。え、リオちゃんも？もう迷子にならないように気をつけるし、それに私もいろんなとこ旅してきたから少しくらいなら戦えるし。うん、リオちゃんが一緒なら心強いかも。それじゃあ行くときはよろしくね。